い、今回ですけども思い切って髪の毛バッサリ切ろうかなっていうふうに思ってます。おでちょっとね美容室の新宿にある円卓ってお店を借りてちょっと佐々木さんに切ってもらおうと思います。かなり伸ばしてるんで長さがねもうここまでも来てるんですよ。これを目にかからないレベルまで切ります。おお今のここいってますよ。あ全然望むところって感じですけど、これは。いや絶対やべえでしょ、それ。いやでも、正直その、髪の毛が鬱陶しいことによって、撮影のモチベ下がるの嫌なんですよ。やっぱ長時間撮影とか増えてる中で、髪の毛が長かったら、結局だるいんですよね。あ、そう、寝起きもだるいんですよ。全てが。うん、全てだるいんで、まあ、長くてもいいことないんで、一気に短くしたろうかなっていう。オーダーは短くと何かあります？短くと、とにかくこう、韓国感ですね。あそっち系か。韓国風ですね。得意っすね。え得意っすね。どうしたのその帽子ミッキー。いやこれ可愛いでしょ、手こみみハマってるんですよ、最近。まあでも一気に短くしたいっていうのは一番ありますね。でも結構後ろも今回買っちゃってもいいですよ、別に。昔買ってたじゃないですか。買ってましたね。でもなんかもう伸ばし始めたじゃないですか、あんま意味ないなと思って。まあでも刈り上げはね、ちょっとやめた方がいいと思います。やめます。あんまりこう、こっち系の人は刈り上げてないんで。あ、そうなんですね。じゃあ、なし。まあ任せます、とりあえず短くなれば OK です、一旦。まあ、一番の願いはとにかく前髪ですね。すっきりしたいということで、はい、ツーブロ結構深いんですね。結構ね、上までね、あるね。結構毛量があるからね。だるすぎんねんな。これでマジで生まれ変わってちょっと動画いっぱい撮れるわやっぱ全然違うもん、ね、俺が最近あの起きるの遅いより髪の毛長いからガチやだからシャワー浴びるのがだるいのもう。まあまあ確かにね、ほんまにだるいの。乾かそうでも気持ち悪いし、なんかほんま俺超短髪が好きやから。まあ、だって昔のソフトモヒカンとかもう、あ、そうですよ。だからこれツートンじゃなかったら俺絶対短髪しようよ。ツートンの短髪ってマジで合わないんですよ。様子おかしくなるもん。確かにな。だから単色になったら絶対髪の毛短くしますね。最近だってもう黒くしたいとかめっちゃ言ってるっすもんね。ああ短くしたいですね。もう長いの嫌なんですよ。長かったらちょっと持ち落ちるん でしかも実際長いのと短いのどっちの方が人気かって言われたら別にどっちもどっちなんですよ。うん、要は短かったら前髪下ろせるんで。確かに下ろした方が好きっていう人も多いし、考えると上げるのと下ろすの両方やるのと短いのしかないんですよ。ってなってくると長かったら全部こうセンターとかなっちゃうじゃないですか。まあ、分けるしかなくなっちゃうんです。まあそうなんですよ。色気とか出るのかもしれないですけど、もう別にいらないですね。色気いらない、いらないですね。なくてももう何もいらないです容姿に対してこだわりがもう別に特別ないですね。そこに対してもう今現状すげえ佐々木さんのやつ初めて見る。あそうか、はい、気持ちよくなるやな、ほんまに。結構僕ズバズバいったほんまや。思い切って切ったらやっぱ切ってよかったんだと思うんですよ、俺は。うん、前さんが短いの羨ましいですね、正直俺、あれ。ああ。俺、あっちの方がいいんですよ。あの短さ。例えば、長期移動で寝ても気持ち悪くないし。ああ、確かに。崩れないですもんね、帽子かぶってもさ、かぶりやすいよ。はい。長い結構な、ダメージがね、どんどん。ダメージはマジでうざいっすよね。うん。えぐすぎ。ちぎれる量がちょっとどんどん出てくる。伸ばしとったら。それがもうなくなるだけで、いかに幸せか。これで俺の動画撮る時間も増えるなと思って、 YouTube モード入ろうと思って短い方がいいなって。俺昔もっと短かったからな。確かに言われてみると昔のやつはほんまに短いですよ。今の伸ばすことないで、あんまり爽やかな方が結局こういうのにちゃうから清潔感。まあまあ確かにね、どっちが清潔感ありますね。短い方が清潔感あるやん。そうですね、新しいのを今日はちょっといつもまあ言ってもそんな変わらないじゃないですか。今日のことバチバチ変えましょうよ。まあ、最悪失敗しても別にいいと思って。いやいや、ダメですよ。極端な条例で前髪とか揃ったっても、これでも別にあんまり人気変わらないと思ってるんですよ。まあね、実際のところ。まあでも昔は下ろしてる時って結構揃ってましたけどね。はい。パッツンより。あんま変わらないんですよ、やったところで。まあでも別に、失敗とかないんで大丈夫です。髪の毛は何でもいいんですよ。だから今後ずっと短くいこうと思いましたね。伸ばさないです。誰引き伸ばします。いいことがないですよ。せっかくアートネイルとかしたんで、まあ、見えた方がいいんですよね、このチャンネル。いつもセンターでちょっと隠れちゃうんで、まあ、見えるに越したもんだなと。あと、短い方が顔ちっさく見えますよね。本当にちっちゃい人はね、出してる方が。顔ちっちゃいっていうのはよく言われるんで、短く行こうっていう。営業マンとかがずっとなんかこう、上にパッて上げて短めで短髪じゃないですか、黒髪。あんなんが最終理想って感じ、俺は。あの襟とかになる感じ。結構ピッチリしてるタイプ。そうへぇ。ああいうのが一番いいっすね。だからあの、イテオンクラスの息子さん、チャンガの息子いるじゃないですか。グンス？はい、違う、あのもう一個上ですね。あグンモンですね。グンモン。グンモンとか人めっちゃいいですね。あの短い感じですよ。本当に襟とかある感じですね。あれがベストです。なんか年取ってきてるんでね。あんまりね、長いと。長いのは20代で終わりで、30から短く反発できます。反発ってことではないと思いますけどね、もちろん。まあ、長いのはミッキーとか6万さんおるから、見たって感じですね。ミッキー、短髪の時あるんですか？いや、まあ、一時期あった時あったっすね。ほんまにジェットモヒカンみたいな。武道館でヘアショーあったんですよ、オーシャンの。その時にもナプラのやつでしょ。あ、そうそう、それでめっちゃ短くなったその時。あった、そんな武道館のやつ。
めっちゃ俺早かったから、この後ほんまに打ち上げ行こう。何断髪式のチャリコっていうのを、それ行くべきですね。それ行くべきでしょ、断髪式なんで終わったから。せっかくね、切っちゃうと結構思いっきり切るんで、今回どうします、それで僕はちょっとしか切ってないと。いや、もう一回切り直しですね。やっぱ、思い切って切ったの気持ちいいじゃないですか。嫌なんですよね、決まってまうのやつ。はい、嫌なんですよね。この回に全部切りたいですよ。でもここのおでこの邪魔してほしくないで、何もかも。マジ無罪モード入ってるんだ、本当に。そういうのであれば最悪坊主でも別にいいんで、俺坊主ネタになるじゃないですか。なんか悪いことしたんかなってなりますよね。坊主だったらもうツーッと維持できるんだろ。意味わからないやだからポンズツートン。いやでもだいぶ結構いってますよ、後ろは。いやそうっすね、もう結構ザクザク、短いの最高やな。実は前スタも短くしてたの方が評判いいじゃないですか。まあ確かに前スタも絶対短い。結局思うのが髪型かっこいいっていうのってまあちょっと大事なんだけど、それよりも清潔感の方がめっちゃ大事だと思うんだよ。清潔感に勝るもんないなと思いますね、俺。それが最強だなって言ってる。美女と結婚する人とか大体黒髪短髪多くないですか。確かにそうっすね。思いませんマジどうっすよね、うん、なんか本当にこう清潔感に溢れてると。できる人みたいな。できるエリートか。だからあれがいいんですよ、と思うんですよ。パーマでちょっとロン毛みたいな人あんまりねえもんね。そうなんです、そうなんです。そこなんですよ。海外の人そうじゃないか、大体。短いじゃないですか。すね、短いのやっぱり憧れちゃうんですよ。理想っすね。海外の人はちょっとね、あれずるいっすよね。もうそれ、白 T とかじゃないですか。ボーディのとこですかね。エグいっすよね。これで、なんか明日、シャワー出るときめっちゃ気持ちいいんやん。20分ぐらい早になると思う、俺。すべてだ。相当これのせいだ、そこなんさ。いや、マジそうだよ。だるいんですよ、マジ。起きるのが本当に嫌になるから。今日も案の定、この髪の毛が嫌で、目は覚めてないけど、40分ぐらいちょっと動かなかったもん。ずーっと漫画に乗ってた。髪が重すぎて。うん。結局、なんか後ろ髪引かれた感じになるから。もう動画撮りたくしかないんだよ、早く。どんどん。時計離れていって。あ、軽くなっていくしな。どんどん動画撮りたくしかない。その注意。ミッキーとかすごいと思う、ロクマスとか。あんな前髪こんなの、ここら辺にして。そうっすね。なるほど。俺考えへんもん、俺。すごいなと思って、マジで。慣れれば耐えれるかもしれんけど、もう無理やろ、絶対。かゆくて。だから、ついついセンターアップしたな、これ。うん、まあ、センターが楽っすよね。めっちゃ楽。そのセンターすらもうしんどくなってくるから。もうセンターしんどくてやばいっすね。いや、伸ばしすぎて。まあ、この横に行きますもんね。そうそうそう、頬のとこに。プルンってなり出すの誰もね。ああ。とかあると、せいで。それがもう、あるからね、それがほんまにだって。あと、髪の毛洗ったときに、めっちゃちぎれるよね、この。ああ。それがほんまにだるくて。で、今俺の家さ、ヘルパーの人が掃除したりしてないけど、最近来てなくて、で2週間に1回ぐらいで、髪の毛なくなったらどんどんちぎれるやん。はい、ちぎれて流すやんか。で、排水こう、詰まるわけよ。ほんで、シャワーしとったら、結構、なんか、あ、水が。そう、かさ増してきて、はい、もうちょっとで、ドア、溢れるだよ、ね、おー、でも、そこまで行って俺って排水口全然掃除せんの。それなんでかって言ったら、正面の俺と排水口。排水口の？そう。だから、早く切らなきゃいけない、それサインで。あもちろんヘルパーさんが排水口詰まり取ってくれればいいんだけど、はい、ガチで詰まり出すってことは伸びすぎたっていう証拠で。そこで測ってるんや。そうすごっ。えぐいなって。シャンプーした時にバーって泡だったら、はい、泡がえぐいぐらい止まる。泡風呂みたいな。そう、やばいっすマジで。排水口もそれ開けたらスートになってるんですかね。いや、だから金がほんまに多い。あ金がガンガンちぎれるから、あめっちゃ短くて最高やな。絶対こっちの方がいいな。こっちの方がかっこいいな。シュッと見えますね、後ろから見たら。そう。あとやっぱさ、韓国のさ、今日俺好きだけど、みんなめっちゃ短い。まあそうっすね。今、長い人あんまおらんかった。あんまいないっすね。だからもう短めでいこうと思って。日本のアイデアも結構短いの多いよな、今。うん。短くいこう。お前好きだわ、ちょっとほんまに。なんか悪いものがついとってくるっていうのはさらに髪の毛に。ありそう、そういうの。風水的なやつ、ね。絶対こっちの方がいいわ。こっちの方が絶対いいわ。だいぶ変わりますね。そう、俺これがいいわ。うん。あのジョイフルの時のさ、ポスターの時ってこれぐらい長かったよね。ああ確かにこれぐらいですね。あれやっぱ清潔感あったから俺ジョイフルちょっと売れたと思って、今の長さやから俺ジョイフルと売り上げをしようと思って。ああ、うん、なんとなく潜在意識で。そう潜在写真この人が言ってるならみたいなのあるんか。エリートで感出た方がいいんじゃないですかね。説得力がある。あのスーツと合うの短い方が。ああ、そう、長いのスーツと合うぐらい。確かにゆる食感出るせいにちょっと長い。そう俺の服には短い方が合うの。コートとか合うかもしれない、長かったら。それで短くいけるのがいい。ミッキー的にどっちがいいと思う？いやー、やっぱ男性目線で言うと別に長いのも好きですけど、女の子ってなんだかんだそんな長い人、好きな人あんま多くないイメージあるんですけどね。まあ、ぶっちゃけそれはあるな。坊主とロン毛の敵対組織みたいなの多くないですか？確かに。ロン毛はモテへんわ。なんか一定数にめっちゃ刺さるっすけど、うん、他はもうなんか無理みたいな。刺さる人にはマジ刺さるんだよね、はい、確かにね。なんかロングずっとやってるとハゲやすくなるらしいですけどね。
絶対ないよ。そうなんですか。だから短髪がいいんでしょうね。髪が重たいみたいな。西島秀俊さんみたいなね。ああ爽やかな塊いいっすね、うん。あの感じがいいんじゃない。あとは前髪下ろすとかはたまにいっていいかなって感じ。あんましたくない。終日の時に最悪っすね。ずーっと一日撮影の時は。まあ、長かった。ほんまダメで。しかも俺めっちゃ傷んどるし、髪の毛も癖あるし、全部ダメ。眠くなってくるんだ俺。長すぎて。長すぎて。楽っすよ短いと。めっちゃ楽。爽やかさすっごい違うもん。わあめっちゃ。まあ、うん、最高マジ気持ちいい。ほんまに。マジでここ最近で一番さっぱりしたというか、なんかこういい日になったわけよ。よっしゃ、いけいけいけ、ここ一発やね。この刺激がでかいぞ。うわ気持ちいい、最高やな俺。あんまそんなにこうくっつり下ろさないから、ちょっとここもレイヤー出てた。レイヤーってなんですか。重すぎるとこう上がんないんで。あなるほど。段をちょっとつけておくと、なんかこことこことかにこうずれるんで。あーなるほどね、はい、動きが出やすいですね。なんかほんまに今さすがさんってやっぱ美容師やったってなってますね。言われるわ。こういうのもやる。こうなんて腕鈍らないもんなんですかね。いやまあまあまあ自転車みたいなもんですね。もう一回も車とかでしょ、一回やれるようになれるみたいな、うん、なんかこの切ってる速度とか遅くなると思うんですけど、うん、この頭の中でこの順番みたいなのをバーって組み立てて、ただそれ実行してるだけなんで、設計図が書けるようになれば関係ないですね。やっぱなんか前髪やるの女の子受け良さそうですね、うん、めっちゃ。うん、もう佐々木さんしかセットしないから、佐々木さんが今後 LAS 用に切れますもんね。そうそうそう、それ強い。人が切るとさ、うわ何なんこれってなるときあるから、今知ってますもんね、ガラさんの髪の毛を。ここ切ったらそこ浮くよって。うわもう今のだいぶ爽やか。今の感じとかあんまなんかオールバックとかで切ったのかな、落差で打ったらだいぶこの辺ぐらいで、なんか下ろしだけどちょっとここ上がってて、どうしよう、ここポロポロ落ちてくるぐらいなイメージですね。おー、うん、もうやばいっすね。後ろから見てめっちゃスッキリしてますもん。耳周り。あったほうがいいんすか、後ろ、今の時代的に。ここっすか。これ刈り上げるとやっぱね、ちょっとラファさんみたいになっちゃうんで。ああ、なるほど。思い出したラファさんの刈り上げ。ねえ。あれはちょっときつい。だいぶ変わったな、これ。うん、確かに見てる感じ、刈り上げてない方がいいと思う、それも。ね、刈り上げはおじさんがすることか。ラファおじがすることですかね。ラファおじがすることです。ほんま月1ぐらいできるのが一番さっぱりするな。まあね、2ヶ月伸ばすともう俺めっちゃ量多くないな。最近もう忙しすぎて。そうっすね、切れないんですよね。だいぶまあ余裕できてきましたよね。確かに。あと髪の毛切ったんで、もう取れるペースが一気に上がりましたね。全然違うもんね。あとさっき小顔矯正してきたから完璧や。そうっすね、なんか今全然もう顔ちょっと軸変わったやろ。はい、マジで顔めっちゃ変わったもん。めっちゃ違う。この幅1センチぐらい狭まったもん、余白が。あとここのここが、ね、縮まったんですよ。みんな行きたいだろうな、それ。まさに絶対もう次の役入れてそうっすね。絶対入れてるね。マジ最高やな、これ。これが、この状態で動画撮っとるやつが表に上がるのは結構先になるやろ、ストックの位置あるから。確かに。まあ、これは先に出るっすもんね、サブちゃんの方。多分サブちゃんの先出ますけど、この姿で動画撮ってるのは多分、だいぶまだ先になります、ね。時間さえ。うん。これマジ、2ヶ月ぐらい来てなかったから。うわなんか、メスのカブトムシみたいな感じになってきましたね。どういうことですか？全然気象価値ないじゃん。こう丸みがあって、ね、こう、あ、なるほどね。こうなんていうの、聞いたことない褒め方。メスのカブトムシって言われて、お、褒められてるって思う美容師多分あんまいないっすよ。え、でもめっちゃいい感じと考えて、俺的には。メスとオスどっちが好きなんですか、カブトムシ。いや、メスの正直髪型的にはいいっすね。髪型的にはあれ、カブトにイクされてんのよ。オスも餌みたいになっちゃう。あ、尖ってるってことね。そう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 。お丸伸びできたなっていう、柔らかさができたなっていう。確かに、短い方が爽やかっすね。違う、はい、全然違うね。スタイリッシュっすね。仕事できそうかな、めっちゃ、うん、仕事できるやつ髪の毛絶対伸ばさんもんな。そこに多分時間使いたくないんでしょうね。確かに、絶対そりゃそうっすよ。寝起きなんかせえへんもんな。中津なんかロングやったら嫌やもんね、ちょっとなんか、うん、確かに。中田敦彦のエクストリームなんちゃらってロングでやっとったら嫌じゃない。あの短さやからなんかこう入ってくるというかさ、堀江さんがロングでもなんか嫌やしなっていう感じがするするな。大悟さんもあの長さだけどパーマだからもうぐちゃぐちゃぐちゃってやるじゃないですか、うん、確かに両手割りそう。それはそうなんだ。俺が根本ビジネスゲームやるから、ただの YouTuber だけやったらまあ伸ばしようと思ったと思うけど、ビジネスを考えるなら絶対短い方がいいな。何よりスーツが合うわ。いや今めっちゃ合いそうな。そうスーツがマジでこのまま着れるっすもん。映画の顔つきになるな。映画なこれもう本当に多分ツートンの人しか分かんないけど、マジで黒髪の方は結構つくけど、こっちはねあんまつかないよね、いつも。抜けてくから、ちぎれそうっすもんね。そう、ひんにひんに1ヶ月ぐらい経ってからどんどんつけられるな。結構やっぱね、切るのもむずいよ、マジでツーツーで。へぇ、ほんま黒くしたいもんな、普
って本当にね、まあ、どっちかに上手なんかもう別に前やったら黒くしても別にいいんじゃないかと思う自分もおるんやけど、まあでもやっぱサムネがね、だからね、かなりでしょうね。まあそうっすね、なんか俗にオーラみたいなものが間違いなくすると思う。まあ髪の毛明るい方が目立つっていうのはあれっすよ、はい、一発でわかるじゃないですか、やるって黒髪だった時に俺マジで見かけてたらわかんないっすよ。うん、確かにそれはそう、最強の目印持ってますからね。あの金髪自体が好きなんでね、金と黒が好きなんで、次のもまあでかいっすね、正直続けてる理由は。一回これで乾かしましょう。おー、めっちゃ楽だった、マジで顔めっちゃ違ったぞ、なんか。いや、めっちゃ違うんすよ、ほんまに。やんな、全然ちゃうの。うわ、美容師やな、めっちゃ。どういうことだったなめっちゃ美容師や。うわこれクロス変える感じ。これちょっと何食いに行く、久しぶり焼き入れる。おーラーメンとかでも全然いいで。なんでもいいっすよ、俺も。今やったら前髪、目に頭があるの帽子にもめっちゃ収まりやすそうですね。それめっちゃでかい、それめっちゃでかい、うん、こんな短かったら帽子かぶらんでいいもんな。そうっすね、鬱陶しいから帽子かぶやん。はい、黒多めに見えるので出やすいね、ちょっと。めっちゃ短かった、ほんまに久しぶりやろ。だって1年以上ぶりじゃないですか、多分。まあ相当切ってないですよ、これは。多分ね、なんだかんだ目の下ぐらいでいつも残ってたんで、これぐらいが打てるんやろ。まあね、ウーバーの世界に見たいし、パワークスピードめっちゃ速いわ、レベルが違う。いや、最高やな、これ。うわ、全然違うもん。めっちゃ楽やわ、センターはセンターで。なんか、やっとしても。こっち系のセンターですね、もう下ろし気味の。まあ、これでも受けますから。これでまた人気になってなか。髪型変えるだけで人気になるかね。決まるわけやから、すごいな。大丈夫な髪型ってな。大事ですね。ユーモンのジャニーの人も髪型変えたら人気落ちたとかな。そうっすね、まあ、ヒゲ1個だけでやばいですからね。あのキスマイの藤ヶ谷君がヒゲ伸ばした時のみんなわざわざ番組出てるやつ縮小して加工でヒゲ消してこっちの方がいいってやつを上げるバクるっていう。そんなことされてたん、やばいっすよ、 TikTok とかでみんな歯みたいな感じになって。ヒゲってそもそも受けへんもんな。そうっすね、好きな人は好きやけどな、ない方がそりゃいいってなれよ。まあ、時代ぐらい渋くならないと。竹野内豊かとかだったらな、まあ、うん、いいけど、若い人はヒゲ派ですね。伸び出す、伸ばす、うん、男ってヒゲ生やしたらいい気ありますもんね。あーですね、なぜ高校生とかめっちゃ生やしたいもん、ね、なぜかヒゲ生やした人も渋いと思う人ってあるけど、そもそも受けないっていう。今出た、すごい。どうすること何もしなかっためっちゃやっとに見えるけど、何もしないっていう。何もしないですね、これ切れてますすごっ、もうすごいめちゃめちゃよかった。めっちゃスッキリしてますもん、こっちから見ても。いや、なんか背中楽ですね。もう後ろから見たら全然違うっすもん。すごいね。はい、後ろのやっぱ爽やかさがね、大事だな。おぉ、行きました。すげえ。完成。わぁ、もうめっちゃスッキリしてるわ。もし変わった、ほんまに。変化遂げたぞ。全然違う。どういうの、この右と左で違う人切ったみたいなこれすごいよ、マジで。ほんまや、それだけで全然違うな。めっちゃ、どこと痛くなってきたの。パワーアップ。これでパワーアップですね。まあ多分ここから多分アイロンしたりとかなんかワックスがやるとかしたら、もっと変わるんですけど、まあこんな感じです。ノーセットだと。いや、なんか学生みたいですもん、今。若返りや。めちゃめちゃ若返ってるっす、今。若くなりすぎたっけ。めっちゃもう、黒側だけ映したらもうほんまに塾行ってる人みたいに見えるもん。はい、塾行ってそう、塾行ってる、これは確かにな、俺顔ちょっと若いな。めっちゃ、まあ、顔のアルミ一旦もあるかもしれないですけど、めちゃめちゃもう、鬼は輝いてる。鬼は輝いてる、あの人って顔が一人あるっすよね。はい、31とは似合う、全然見えないですね。確かに、めっちゃ輝いたぞ若返りすぎやろ、まあまあ、若い人しかないんだよ、はい。まあ、そんな感じで新生光る報酬もあるので、まあ、ちょっとメインチャンネルに上がるのもいつかちょっと分かんないんですけど、また楽しみにしておいてください。はい、そんな感じで終わります。ありがとうございました。よっしゃ。